ジャスティン・マイケル・マゴアンは、アメリカが州国ジョージア州サバンナ出身の、プロ野球選手、宇藤右内。現在は、フリーエージェント。愛称は D、D ー・マック。2000年に MLB ドラフト一巡滅移保で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。2003年開幕前に、ベースボールアメリカ誌の有望株ランキングで、 ブルージェイズ参加で最高評価を受けたが、2004年5月にトミー・ジョン手術を受けている。2005年7月30日のボルチモア・オリオールズ戦でメジャーデビュー。2006年1月にベースボールアメリカ史の有望株ランキングでブルージェイズ参加で3年ぶりに最高評価を受けた。しかし、2006年までは先発ローテーションの谷間を埋めたり敗戦処理として起用され、 メジャー定着はならなかった。2007年は開幕をトリプル A 級シラキュースチーフスで迎えたが、グスタボ・チャシーンの故障者リスト入りに伴い、5月3日にメジャーに昇格を果たし、同日シーズンメジャー初登板。その後、閉幕まで先発投手として起用され、チームに委体の12勝を挙げた。 6月24日のコロラドロッキーズ戦では8回までノーヒットに抑えていたが9回に8番打者のジェフ・ベーカーにアンダーを打たれノーヒットノーランはならなかった2008年は開幕から先発投手としてロイ・ハラデー AJ ・バーネットに次ぐ3番手として起用された7月8日のオリオールズ戦で右肩関節唇を痛め翌9日から故障者リスト入り 7月31日に手術を受け、シーズンを終えることになった。2009年は肩のリハビリのため全休。7月には痛めていた右膝の手術も受けた。2010年は復帰を目指してスプリングトレーニングに参加したが、休息が上がらなかったためにノースロー調整を余儀なくされる。6月中旬にようやく投球練習を再開したが、 わずか8球を投げたところで右肩に痛みを訴えて降板。検査の結果回線筋検板の損傷が判明し、そのまま手術を受けてシーズンを終えた。度重なる怪我により2年以上も実践当板から遠ざかってしまったが、フロントはかつて肩の故障で解雇した後にセントルイスカージナルスでサイヤング賞を受賞したクリスカー・ペンターの反省も踏まえ、 マゴワンの復活を期待して2011年も年俸45万ドルで契約を結んだ。マゴワンは故障が再発しても新たに手術を受けるつもりはないことを表明し、現在のリハビリを復帰への最後のチャンスと位置づけた。ジョン・ハレル監督はマゴワンを将来的に先発ではなくリリーフとして起用する可能性も示した。2011年7月2日に A 級ダニーデンブルージーズで3年ぶりの実戦登板を果たす。一度の登板での投球数を40球以内に抑えながら7試合で15.2回を投げ8月10日に A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツへ昇格。ここでは投球制限をやや緩め5試合で19.2回に登板。合計12試合のリハビリ登板を終え9月の ロースター拡大に伴ってメジャーに昇格。9月6日のボストンレッドソックス戦で3年にかヶ月ぶりのメジャー復帰を果たした。2012年は完全復活を期待され、3月26日に翌年から2年300万ドルで契約を延長。しかし、測定筋膜炎のため開幕には間に合わず、リハビリの途中で右肩痛が再発。8月に、 右肩の手術を受け、またしても実践当番なしのままシーズンを終えた。2013年は同僚のスティーブ・デラバーに紹介された方のトレーニング法を導入し、2年ぶりにメジャー復帰。すべてリリーフ当番だったが、フォーシームの平均球速は前世紀並みの95.58マイルを計測するなど完全復活の兆しを見せた。2014年は開幕から 先発ローテーションの一角を任されたが、8試合の先発登板で防御率5.08、ホイップ1.62と結果を残すことができず、5月半ばにはリリーフへ配置外となった。リリーフとしては45試合に登板し、防御率3.35、ホイップ1.16といった成績を残した。オフに球団から契約オプションが行使されず、FA となった。 2015年2月23日にロサンゼルスドジャースと1年契約を結んだが、3月31日に自由契約となり、4月4日にフィラデルフィア・フィリーズとメジャー契約の1年契約を結ぶ。6月18日にディーフとなり、23日にマイナー契約で参加のトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスへ配属された。10月14日に FA となった。 2015年12月1日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加した。2016年4月3日にメジャー契約を結んで昇格したが、18日にディーフとなり、20日に40人枠を外れる形で、参加の AAA 級ニューオーリンズゼイファーズへ配属された。 5月11日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は55試合に登板して1勝3敗1、セーブ、防御率2.8263奪三振の成績を残した。11月3日に FA となったが12月12日に1年契約で再契約した。2017年は63試合に登板して8勝2敗。 防御率4.7564脱三振の成績を残した。オフの11月2日に FA となった。2018年2月9日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが3月7日に自由契約となった。92から96マイルパーアワーの速球とスライダーやカーブを組み合わせる。 速球派の先発投手だったが、2008年以降は、度重なる故障に苦しんでいる。ありがとうございます。